皆さんこんにちは、ゆきりんくトラベルです。今回の動画では2022年に利用した東京国際空港羽田空港第3ターミナルの ANA の2種類のラウンジをクイックレビューします。一般的にファーストクラスラウンジとして知られているのが ANA スイートラウンジ、ビジネスクラスラウンジが ANA ラウンジです。それぞれ食事メニューはあまりオーダーできず、また他の方のご迷惑とならないようごく一部のみのご紹介となっておりますが、雰囲気を少しでもお伝えできればと思います。ではまず国際線で ANA ラウンジを利用できる運賃クラスとステータスをご紹介します。 ANA ラウンジは基本的にビジネスクラス搭乗者が利用できます。成田空港、羽田空港の場合はプレミアムエコノミークラスの搭乗者も利用できます。ただ関空では利用できません。また搭乗クラスに限らず様々なステータスの方が利用できます。ファーストクラス搭乗者の方が利用する場合は同行者1名も無料で利用が可能です。ダイヤモンド、プラチナステータスの方は同行者1名も無料で利用ができます。ブロンズステータスの方はマイルを一部使用するかアップグレードポイントを使うことで利用できます。 SFC、スーパーフライヤーズカードをお持ちの方、スターアライアンスゴールドをお持ちの方、ANA ミリオンマイラープログラムラウンジアクセスカードをお持ちの方も本人とともに同行者1名も無料で利用が可能です。その他 ANA ラウンジ利用券をお持ちの方も入室できます。 ANA ラウンジは出国した後右手方向にあります。109番搭乗出口の近くで右手方向に通路を進んで右手のエスカレーターから4階へ上がります。
では次に国際線で ANA スイートラウンジを利用できる運賃クラスとステータスをご紹介します。ファーストクラス搭乗者が利用できます。同行者1名も無料で利用が可能です。またダイヤモンドステータスをお持ちの方、 ANA ミリオンマイラープログラムラウンジアクセスカードをお持ちの方です。どちらも同行者1名が無料で利用できます。 ANA スイートラウンジ利用券をお持ちの方も利用できます。 ANA ラウンジ、 ANA スイートラウンジともに特典航空券での使用ももちろんできます。夜のスイートラウンジ、シックで落ち着いていて、食事も美味しく、いつまでも過ごしていたいような空間でした。この日は深夜フライトでドイツ・フランクフルトへ向かいます。また別の動画でヨーロッパや中東へのフライトの様子もレポートします。ぜひ楽しみにしていてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。素敵な空の旅になりますように。